はい、皆さんこんにちは。レクセン2講師の森山です。本日は令和3年度受験生向けのイベントのご案内です。全国統一民法力トライアルテスト、こちらになります。こちらは8月15日から17日3日間限定で行います。一問一答式の民法の80問の問題、これを1時間時間を計って問題を解いてもらいます。この1時間もこちらの方で YouTube 動画の方でですね、時間を計りますから、そちらの方を使うと本試験と同じように受験することができます。で、力を試すことができますから、ぜひ腕試しをしてください。ここまで民法の勉強をしたと、それをですね、実力ついているかどうかチェックをすることができます。で、チェックをするだけではありません。この後私と運の講師の方で解説講義をしていきますから、そちらで弱点補強、力をつけていくことができます。ぜひご参加いただければと思います。で、我々の方はですね、この令和3年度受験生の方からたくさんの相談を受けております。勉強が進んでいる方もいます。進んでいる方はぜひこちらのチャレンジして力を試していただければと思いますし、あとはいろんな環境がありますから、仕事の環境は変わってしまった、周りを取り巻く環境が変わってしまった、なかなかですね、勉強が思うように進まないという方もたくさん話を聞きます。で、そのような方はぜひこの、トライアルテストを目標に、民法遅れてしまった分取り返してみてください。その目標にしていただければと、発奮材料にしていただければというふうに思います。そのために企画をしたという意味も実はあるんですね。ぜひご参加いただければと思います。それから受験特典の方もあります。簡単なアンケートにお答えいただく必要がありますが、そのアンケートにお答えいただくと、何点取れば合格できそうか、それからこれからどのような勉強をすればいいのかといった根本講師、佐々木講師からのアドバイス、こちらを聞くことができます。で、それからマイナー科目も先に少し見ておこうなどという方もいるかもしれませんので、根本講師の執筆した合格ゾーンテキストのマイナー科目版ですね、これの抜粋版の方をプレゼントいたします。そちらの方で予習、こちらをすることもできます。さあ、このようなトライアルテスト盛りだくさんではありますが、なんと無料です。無料ではありますが、事前登録制です。8月12日、8月12日までにご登録いただければと思います。では、皆さん、このイベントで力をつけてください。たくさんの方のご参加お待ちしております。